同窓会の会費はいくらか妥当かってことなの。これすごい、これちょっと読んでみると、うん、意外とすごい大事なことなんですよ。うんうん。うん、ああ、幹事をしてる方が。もうよ、4回目なんです、この人。同窓会。あ、同窓会呼ばれたことない、これ。俺も同窓会に呼ばれてもない、行ったこともない、うちらに聞くことかどうかはあれとして。確かにね、そうかも。これはリアルなお悩みですね。値段？値段。5000円ぐらいじゃないの？そのどのぐらい、どの程度のことをやるかによるけど、とりあえず1人5000円でいいんじゃない？それぐらい？でも5000円だとちょっと ホテルでやるにはちょっときついんじゃないですか、ね。ああ、じゃあ2万5000。それだと高いっていうだろう。そうだよね。じゃあ1万5000。うん、ああ、10万5000、1万、どれくらいだろう。難しいですよ。確かにね。まあ、いろいろの合間を取って8000円ですか、ね。じゃあそれでいきましょう。はい。岡村和義のポッド奥まで。ビートルズの良さがいまいちわからない。私は今25歳なのですが、実はビートルズの曲の良さがいまいちよくわかりません。知ってる曲はたくさんあるのですが、好きな曲が見つけられないというか、てんてんてん。今のロックバンドの源流に大抵ビートルズがいるから、後発のものを聴いてきた世代には、元祖の革新性は分からないということなのかなと個人的には思っているのですが、お二人はビートルズのどんなところがお好きですか？またこの曲は特にお気に入りというものがあれば教えてください。あのね、ビートルズの良さが分からないっていうことと、ボカロはつながってる気がするんだよね。うん、なんかね、最近やっぱ好きなも、若い子が好きなものが流行ってる曲って、やっぱボカロっぽいんですよ。メロディーがすごい明快でね。なるほど。で、キーボードで弾いたようなメロディーでね。うーん、で、あれってさ、ここ数年、ここ4、5年のことだったらいいんだけど、うん、もう20年以上そういう歴史があるから、もう生まれた時からボカロなんですよ、若い子たちは。だからそれを基本にしてるから、なるほど。ビートルズみたいな、本当の生の歌みたいなものに対してピンとこない、ストーンズとかね、はいはいはい。それはいるだろうなとは思う。あ、まあね、若い子からすれば。そうかも。で、そういう若い子たちにビートルズどういうのをおすすめするかっていうと、うん、なんだ、赤版青版聞くかな、うん、赤版青版から入ってみて、まあベスト版的なことですね。うん、赤版青版聞けばいいんじゃない。でもまあ、いるね。でも本当に若い子で、ビートルズピンとこないっていう子はいる。で、オアシスの方がいいみたいなこと言ってる人みたいな。まあね。だそれ若い子だといるね。そうなぁ、これそうね。まあでも別にビートルズピンとこなきゃいけないわけでもないけどね。もちろん、そんな音楽なんて好き嫌いだから、それはそれでいいとは思うけど、あれはどう思うの？そのさ、映画とかさ、うん、音楽とかのさ、うん、歴史的なその名作とか言われてるのって、そんな変わっていかないじゃん。うん、それについてはどう思うの？それ例えば映画で言えばさ、うん、小津安二郎とかさ、うん、黒沢の生きるとかさ、うん、海外で言えばさ、ゴッドファーザーとかさ、うん、こう歴史的な名作って変わっていかない。じゃない？そうね。そのランキングから。うん。特に小津安二郎とか黒澤明は、うん、常に上位にいいじゃない？音楽も、まあ、ここ50年ぐらい、こう歴史的名盤って変わっていかないけど、それについてはどう思ってるの？いや、まあ、だから、その、あれじゃない？その、寅さんなんかもそうだけど、うん、やっぱその、なんていうのかな。時代は変われども、その人の悩みなんか、いつの時代もそうさして変わんない。っていうのがベースにあって、うんうん、その時代時代のその表現の仕方は違うけど、うん、ベースにあるのはこれが寂しい、あれが悲しい、これが嬉しいみたいなところのその恋だ、惚れただ、晴れただ、うんうん、なんていう、なんか特に分かんないけど、ベースにあるのはその寂しさとは何かみたいなところがベースにあるんじゃないかみたいな気がしてんだけど、うん、なんかそういうものを表現しようっていうのは、そこはもう何千年も前から多分人間の持っているそこは変わらないんじゃないのかしらと思っていて、うんうん、だからそれをこう紛らわすものとして音楽もあったりとかするんだろうし、うん、いろんな
全てはそこにつながっているような気もするんだけど、例えばさ、自分の、あの、親しい人とかさ、うん、まあ、自分の近くに少年とかにさ、うん、あの、聞いてみなって言ったら、うん、最初に聞いてみな、ロックの音楽、うん、どのあたりぐらいからおすすめする？まあ、やっぱビートルズかもね。やっぱそうなんだよな。やっぱそうなるよな。うん、そうそうそう。だから、例えばこの方のね、ニャントラさん、ビートルズがわからないって、これ逆に言うと、やっぱその、ビートルズは、さらにその、もっと前の、それこそリトル・リチャードだ、うん、チャック・ビリーだ、誰だ、プレスリーだ、とか、うん、いろんな人たちの影響を受けてビートルズがあって、うん、で、うちらもその、そっちも聞くし、その良さも、今はわかるけど、うん、でもやっぱビートルズのかっこいいと思っちゃうよな、とかあってするじゃない、うんうん。でもその当時の世代の人たちからして、そのリトル・リチャードの、全くドンピシャだったリアルタイムだった人たちからすると、うん、ビートルズなんてやばいもんが横取りしてきやがってと思ってる人たちも大勢いたはずだし、うんうんうん、後に認めたとしても当時としてはそういう感性だった人たちって絶対いっぱいいたはずで、うん、ビートルズなんて認めねえって人たちからするとそれと同じ感覚だと思うんだよね。これ今のこの人がビートルズの良さがわかりません、ボカロがこの人好きか知らないけど、うん、革新性がわからないみたいなことも多分それはもう世代ごとにこう層が厚くなっていくって言ったらいいかもしれないけど、うん、まあ、その辺はまあいつの時代も変わんないだろうから、この、まあ、この人には響かないんでしょうとは思うけど、うん、そうだから無理やりね、あの響かなくてもいいし、そのビートルズ好きの中でも、うん、意外と斉藤さんとかあのジョージ好きって言ったりとか、うん、まあ、人それぞれ10人十色じゃない、そうね、だからビートルズっていう大きい、水脈にいろんな音楽、うん、あ、いろんな時期のにあって思う、うん、もう全然音楽変わっちゃってるし、そうだね、とりあえず赤版青版聴いて、ピンとこないようであれば、また、それはそれでまた別なもの聴けばいいんじゃないですかね。そうね。うん、だからそのビートルズっていうのがあまりにでかすぎて、うん、ビートルズがわからない私、センスないんじゃないかしらってことに、こう、脅迫観念がある気がする、ね。わかる。あ、だからその俺も、だからその、三島由紀夫とかさ、うん、通らなくちゃいけない系あるじゃん。そうね。意外と俺ね、結構、三島由紀夫とか難しかったのね。うん、ああ、そうだね。仮面の告白だっけな。意外と難しいぞと思って。でも、夏の百冊に選ばれてるってことは、ベストセラーになってて、うん、ポピュラリティがあって、うん、一般的なものだ、うん。なのに俺は読むと読みづらいと思ってる。うん、そこにこう、なんかこう、ズレを感じてたわけ。わかる。的な、こともあるかもね。ビートルズっていう名前が大きすぎて、うん、そうね、あとその自分の現代の、うん、若い子だからそことも、そうだね、うん、だからこの人もしかしてキンクスにはめちゃめちゃハマるかもしれない、かもしれない、そうですね、アニマルズ最高ってなるかもしれない、うん、だビートルズが分かんなくてもゾンビーズとかね、ゾンビーズとかね、うん、あ、そっちだ、そっち、そういう人もいるからね、だから今ラッキーなことにその配信ビジネスみたいなのもあるから、うん、そのビートルズに限らずに、例えばセブンティーズって打ったりとか、シクスティーズって打ったりとかして、うんうんうん、そのビートルズは歴史的な、通らなくちゃいけない大きい、まあ、さっき言った夏目漱石とか三島由紀夫的な、絶対通らなくちゃいけない、うん、必須科目として、うん、存在してるけど、うんうん、必須科目と思いすぎちゃうと、やっぱ聞き、重荷になっちゃうので、そうね。だから必須科目と思わずに、うん、その、今は便利な時代だから、60s とか、70s とか、うん、80s とか、うん、マイケル・ジャクソンとかから始めてもいいかもしれないし、なんか、ね、なんか、その中に自分がヒットする曲があったら、うん、そこからまた今便利な時代だからね、そこから掘れるから、うん、もしかしたらモータウンみたいな方がピンとくるのかもしれないし、うん、そうだよね。いろんなものを掘ってみたらどうですか？そうですね。